きょうたちよ、イエスクリストは今日も光として私たちのところに来てくださる。光。えー、ユダヤ人にとっては、ラビーたちにとっては、そのユダヤ今日の伝統によると、やっぱりその光は何よりも神の言葉です。神の言葉は 光ります。光であります。で、クリストは、まず、自分の言葉を通して、私、によって、光として私たちのところに来てくださる。私の、えー、歩みに、神の言葉は、ともしびであると。イエスクリストは、 私たちの歩む道を光るために、御言葉によって、その教会が私たちにその言葉を宣言することによって、光としてこられます。だから、クリストは改めて、教会を通して私たちのところに来てくださいます。えー これはもう、なんていうの、私たちが、えー、経験しています。具体的な兄弟が、に属する私たち。そして、その兄弟の中で、毎日ぐらい、えー、言葉を聞くことができると、えー、教会が私たちに、その、 神の言葉を宣言します。良い知らせを伝えてくださると。福音を述べ伝えると。それは私たちにとっては大きな恵みです。私たちが御言葉を聞くことができるので、イエス・キリストが毎日私たちのところに来てくださるということを 経験することができます。それは <coughs>、感情的なことだけではないよ。そうでないと、今日の福音はどういう意味ですか私は光である。でも、<laughs> イエスクリストは人間的に現れないでしょだから、クリストが 光通してこの世に来られた。で、私たちは、その言葉を聞くことによって、私たちの人生がすべて照らされます。過去も、現在も、将来も、つまり、どこから来るどこへ行くということをわかるようになる。 私たちは、クリストと共に、オンチチから来ています。私たちの源はオンチチです。私たちを作ったオンチチ。私たちを永遠から考えたオンチチから。そして、オンチチへ行く永遠に生きるた。 そたちよ、私たちの人生は、イエスクリストに照らされたら、どの道を取ると、選ぶということもわかるようになります。その、私たちの目的へ行くまでに、どうすればいいどういう道を歩めばいいどこに曲がればいいとか、すべて、 イエスクリストの光によってわきまえることができます。判断することができます。識別することができます。そして今日の福音の中には大きな大きな慰めの言葉があります。クリストが私たちを裁くために来られていません。私たちを光るため。そして彼の言葉を私たちに伝えるため。 それは、教会によって実現されることであるということを見た、ね。で、私たちは裁かない。私は何回も残念ながら裁きます。あなたも、主人、奥さん、子供、両親など、裁く。裁く。裁く。 あなたと私の頭の中には、相手の態度が入らない。相手の考え方。相手の選び方。相手の、えぇ、識別。私たちの頭の中に入らない。もう本当に考えられないぐらいでしょ。なんで、なんで、なんでこれをする ありえないでしょうと。いつも言います。いつも考えています。しかし、自分が、自分自身がありえないことをいっぱいするということを全然気にしないね。私たちのありえないことは当然だと思う。まあ、イエスクリストはそうじゃない。今朝、私がね、あの、 いろいろな考えを持って起きたんです。なんで、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 なんで,で、あの、ある、ある人たちが、私が考えている通りにしないんですかどうして、私が説明したのに、私が神父であるから、私が、いろいろなことをわかっているので、私は正直に、 いろんな人に、真理を語るのに、なんでみんな閉じこもって、自分勝手にしようと思って、自分、私がこういう考えを持って起きた。けどこの考えは、裁きんじゃないんですか相手を裁いているんですかそうだと思う。そしてこの今、ちょうど今、この経験をしています。私の頭には入らない。 相手の態度、入らない。で、ヒルス・クリストは違う。多分、私たちは、クリストが、私たちを裁かないということを、理解することが難しい。彼の心の中には、私たちの全ての態度が入ります。彼が、私たちの弱さ、私たちの、えー 変な、部分知っています。私たちは悪魔に騙されているということもわかります。認めます。彼、クリストの心の中には私たちのために場所があります。毎日、毎日、毎日。年中無休、一生涯。だから、 彼は私たちを裁くために来られていない。私たちを迎えるため。で、私たちが、えー、この言葉、この愛の言葉、このいつくしみの言葉、真理の言葉を聞いて、そして受け入れられないならば、イエスクリストに裁かれていません。罰されていません。 その言葉、構造私たちを裁くだろう。つまり、私たちが、死に起きています。私たちが、神が私たちをそのまま愛する、愛しているということ、聞きました。私たちは、クリストが私たちを裁かない、罰、罰しない、罰を与えないということ、聞きました。教会の中で何回も聞きました。そして、 そのすごいの言葉、イエス・クリストがあなたと私のために命をかけ、そして私たちのところまでくださった。来てくださった、おいでださった。そして復活した。そして私たちは彼と共に復活することができるということを聞きました。私たちにはおきおお違う人生が開かれているということを聞きました。私たちは、えー、クリストによ って、相手を愛することができる。相手を愛、えー、耐えることができるということを聞きました。その言葉。でもその言葉が実現されます。光として私たちのところに来てます。奇石として私たちに来てくださる。肉通して。血通して。そのイ、イースルスさんの体をいただきました。アーメンと言いました。私たちの一つの肉となった。でも、受け入れられないならば、 どうしてもこ心を閉じると、この言葉、真理の言葉、私たちを照らす言葉が私たちを裁くだろう。つまり、<laughs> 私たちがもう全て私たちのために開かれてくださいました。全てはもう実現されています。全て整えられています。何あなたは自分の中に残りたかった。悪魔の言葉をどうしても聞きたかった。 そのクリストの言葉、その光があなたを裁く、私を裁くだろう。私を罰するだろう。それは私たちだけ経験する。最後の日だけではなく、毎日、御言葉を聞いて、そして、御言葉によって生きることができないならば、その御言葉を、その真理の言葉を受けられないならば、罰される。罰される。 つまり、<laughs> 喜ばれない。相手を受け入れ、相手を迎えて、いや、迎えません。私ができない。私が、ああ、だったら、あなたが、その、心のう、めちゃくちゃ、心の暗闇に残ってしまう。これが罰です。地獄の味味味味です。しかし、神は、 クリストを送ります。クリストを送ります。ね。キリストがまだ来られます。私たちは愛してます。神、御父の言葉を私たちにそのまま、あの、えー、伝えてくださる。そして、この使命、この起きて、この使命、 クリストが私たちのために果たされます。そしてこの使命は永遠の命。私たちに語ってくださること、あの、永遠の命。クリストは本父に従ったので永遠の命を得た。だからその起きてその使命を果たすことによってクリストが死んで復活しました。同じように私たちにその言葉、その使命、その愛の使命を与えてくださいます。で、クリストを見た時に本父を見る。 で、どこでキリストを見るのか。兄弟の顔。受け入れて。受け入れて。受け入れて。それだけですよ。兄弟を受け入れて。キリストであるから。そして、本父であるから。そうじゃないと、罰則される。つまり、一人ぽち残ってしまう。喜ばれない、満たされていない。私は、この経験を毎日しています。相手を受けられないと、その一日を、 あの、なんか、え、あの、落ち着かれない、えー、状態に続けますあ。あの、歩んでいます。送ります。受けましょう。その、兄弟は、イエスクリストであるから、光を私たちにもたらす。どういう光、復活の光、喜びの光。私たちを照らす光。私たちの暗闇を照らす。いつくしみをもって愛をもって、 光る。ね。おんちちのところに導いてださる。兄弟はおんちちへの道です。私たちの運命への道。私たちの目的地の道は兄弟です。よい日を